ちは霊夢です。こんにちはマリサです。こんにちはヨウムです。とうとう登録者が1万人になったよ。このチャンネル、ずっと見てもらえずにいたもんな。コメントとかほぼなかったよね。いつもカンコドリが泣いてたからね。これは鶏の鳴き声だけどね。細かいことはいいんじゃねえか。2月にヨウツベのガイドライン変更で、わずかな収益の広告を止められた時は、お前の動画、勝ちなしな、と言われたみたいで辛かったな。よくやめなかったね。まあね、でも俺らの、ギャラは払えよ。それとこれは別だからね。世の中金ですか。そんな冬の時代を乗り越えてこれたのは、やはり視聴者様のおかげ。なので今回はこのチャンネルにご登録いただいたすべての方に感謝する大感謝祭。ということでやっていきたいのね。趣旨は分かったが、じゃあ何をするんだよ。うぷ主を霊参り、ロックを霊参りってやつか。スリーコードでフルボッコってやつだよね。いや、ホルモンの霊参りじゃないから。過酷な産経職場で働くうぷ主が時間を見つけお礼をするという、ハートマーク大放出企画。それって視聴者は嬉しいのか。なんか微妙くない?私にそう言われても、そういや産経って。きついキモい汚らしい。だったか。キモいって。全然違うよ。きつい汚い可愛くない。だと思うよ。最後のは感じ悪いとかでもいいんじゃないか。きつい汚い給料安い。が正解だよ。へぇ。もう興味なしですか。で、今日はどんな特集なの?今日は通勤通学でやってしまいがちな遅刻、それには電車に乗り遅れた、車の渋滞に巻き込まれた、二度寝した、などいろいろと理由があると思うのね。でも素直に言ったらめっちゃ怒られるじゃない。そこで、そんな時に使えるかもしれない秀逸な言い訳特集をやるよ。下手な言い訳したら火に油注ぐ結果になると思うんだけど。怒られない言い訳なら知りたいぞ。じゃあ、今日から使えるかもしれない言い訳特集、行くよ。すみません。なんか切なくて。それって許してもらえるのか。この画像は確かに切ないけど、こいつ大丈夫か、って空気になるでしょ。とりま、切なさを出す演技力は必須のスキルかな。そうだな。自転車に乗り遅れました。おいおいおい、どうやったら自転車に乗り遅れることができるんだよ。全く意味がわかんないわ。なんとなくバカバカしくて、もういいか、ってならない。なるかな。どうでもいいけど、こいつはなんで雪山走ってんだ、知らない。定期券、間違えました。まあ、行き先がアンドロメダじゃ仕方ないな。しばらく地球に帰ってこれなくなるもんね。っていうか、単なるネタじゃんよ。そうね、この定期券を持ってないと意味ないもんね。てか、今の小中学生とか、スリーナイン、知らないんじゃないの?メーテルを知らないとかないでしょ。なんで怒ってんだよ。意味わかんねえぞ。本当ね。猫に邪魔されました。キャー。これは仕方ない。そうね、不可抗力ってこういうことだよね。不可抗力って、人の力ではどうにもならないような出来事だからよ。って西がみついてんのよ。これを払いのけるとかそんな鬼のようなことヨウムは無理。おう、全くいろんないぜ。いや、あくまでも言い訳の話だから。夢から覚めても夢だったんです。まあ、確かにそれはあるよな。夢の中で夢を見るってやつね。これって何回も起きることってあるよな。夢の中で、あれってなんでなんだろうね。もう夢なのか、現実なのかわかんなくなるもんね。これは意外に納得してもらえるんじゃないかなと。でもこの人は起きたいのか寝たいのか。どうやったらこんな風になるんだろうね。電車の中でここまでのパフォーマンスができることに驚くわ。本当だよな。金縛りにやっていたので。この猫ちゃん、金縛り最中なのかな。金縛りは仕方ないよな。動きたくっても動けねえし。経験した人は結構いると思うから、意外といけるんじゃないかな。問題は非科学的な事象だから、それを立証できないことね。科学的に立証はされてるんだけどね。体と脳が寝てるとき、脳だけが起きてしまい、でも体は寝たままなので金縛りという現象が。何をやってんだ、幽霊の仕業だぞ。ヨウムはそう思っても口に出せなかったけど、実際に聞いてみると恥ずかしいね。そうか、幽体離脱もあるぞ。そうですか。おばあちゃんを助けてた。これ、遅刻の理由がおばあちゃんを助けてた、なんだけど、今後、遅刻をしないためにはどうするか、の問いに。おばあちゃんを助けない、いや、助けようぜ。先生、これは許そうよ。遅刻によってこの子の道徳心が曲がるかもしれないもんね。本当ね。何これ。これは言い訳の天才が放った言葉が記載されてる手帳ね。生徒手帳的なやつか。多分ね。で、その言い訳で手帳が埋め尽くされてるという。なんかすごいね。上からざっと読んでいくと、早起きしたら逆に眠くなったため、頭痛薬を飲んだら寝てしまったため、寝坊しました。内臓器官の調子が悪かった。コンビニの店員がノロマだった。3度寝してしまったため、もしで疲れたから、チャリで田んぼに突っ込んだから、レンジの調子が悪く朝飯が作れなかったから。天才だな。よくこんなに言い訳が出てくるよね。素直に謝ってるの、一回しかないもんな。てか、コンビニの店員がノロマって。3度寝とか言ってなかった。いつが言っているもんだよね。確かに。次は霊夢の一押し。ここまで見てきたけど、あの天才以外はそうでもなかったよ。あまり期待はできないかな。何を言ってる?え、金縛りとかめっちゃ使えるじゃんよ。幽体離脱もされますもんね。おいよ。半端ないわー。いや、大迫さんは関係ないでしょ。じゃあ行くよ。朝ごはんがカニだったので。朝からカニとかありえないでしょ。めっちゃ食べたいけどな。この帰国の言い訳を聞いた人のコメント、35年間これを超える言い訳に未だ合っていない。すごい言い訳だもんね。使えるかどうかはその時の状況次第だとは思うんだけど、意外にいけそうな気がしない。どうなんだろうね。
今日は最高のネタばかりだな。え、今日からすぐに使えるものばかりじゃん。お役に立てて嬉しいです。なるほど、使えるかどうかは人によるのね。でもね、一部の女の人はこの言い訳すら凌駕する言葉を使いこなしてるよ。どういうこと？女の人は男の人と違って言葉に対する戦闘力が初めから違うわけ。確かに霊夢はよく喋ってるもんな。そうね、霊夢はいつもおとなしく聞いてるけど、一人でベラベラとよく喋れると感心するよ。よし、今すぐ自制の句を読み上げろ。まだ行きたいわ。霊夢は必要なことを話してるだけ。あんたたちは好き勝手に喋ってるだけじゃない。人を大阪のおばちゃんみたいに言うな。言うてへんやん。まあまあって、それがどうしたの？性格にもよるけど、女の人は男女間において言葉のマジシャンと言ってもいいくらい言語を使いこなしてるのね。例えばこんなの。あ、もうわかった。私が全部悪いんだね。喧嘩あるあるだな。この言葉の裏を解説すると、相手があまりにも自分を責め立てるので、とりあえず一回罪を受け入れて反省する。だがしかし、本当はこれは相手からの、いや、そこまでは言ってないだろ、というフォローを待っている。おお、これは本人も無意識に使ってるのに、気づかないうちに誘導してるパターンね。誘われてんなー。次はこれ。言い方ってものがあるじゃない。自分が怒られているのになぜか相手に対して説教を始める最強の切り返し。これ以降はずっと彼女のターン。こうなると男は自分のターンに戻すのが苦しいな。もうマウントポジション取られてるようなもんだからな。マウントって何？これだな。嫌すぎるのに。まあ、イメージ的には近からず遠からずってとこね。単体じゃなくって今後とかも決めてくるパターン。ここのセリフは何でもいいんだけど、仮に遅刻で怒ってたとしようか。ごめんなさい、で、これをグダグダと言ってたらこうなる。男のくせに、出るよな。追い込まれた時の上トークだもんね。あなただって前にあったじゃん。これは過去の出来事を持ち出して強引にお互い様だと丸め込む作戦か。論点をずらしながら揺さぶり始めたわけね。そして泣く。この議員さんは関係なくないか。泣くって言ったらこの人しか浮かばないわ。この人は別として、着々と勝利の方程式が出来上がってるような気がするね。泣いた場所が人の多いところならより効果的。もう彼女のターンは揺るがないわ。周りが男が悪いオーラで染まるからな。そして、自分が悪いのにいつの間にかこんな風に。はぁ、それで謝ってるつもりなの。男のくせに。からの一連の流れはまさに勝利の方程式だな。どれだけピンチでも、わずかなほころびを見つけて攻撃してくる技術は天性のものよね。ただ、最強である女性の言語能力をもってしても、会社とかでそれを押し通すことは難しいと思うわ。まあ、お給料をもらってるわけだしね。そうだな。それはそうと、登録者が3000人超えたあたりで1万人おめでとう、とか言ってた予言者がいたよな。あ、いたいた。あの時に1万人とかいけないんじゃないの、って思ってたけど、本当に言ったね。ありがたいよね。見てもらえるようになった反面、いろいろと言われるようになってきたけど、でも1万人も応援してくれてるって思ったら心強いわ。そうだね。あとは管理人の霊夢入りで頑張ってもらえばいいんじゃねえか。そうね。産経の奥主に、なんだったかな。キモい汚い給料安い、だったっけ。そうじゃないだろ、軽い格好悪い給料安い、だっただろ。そうだっけ。なんで給料安いだけ合わせてんの。